入社4年目山本里奈です。10秒間パンチチャレンジ挑戦します。私いける気がするんですよね。70は超えたいですね。10秒間ですよね。あーしんどいか1秒間に6回を目指して60回はいけると思います。頑張ります。よし、スタート。あーきつい。腕が痛くなるはずなのにお腹まで痛くなってきました。山本さん記録73回です。え、すごい、73回。嬉しい、頑張りました。もう最後の方こんな犬かきになってましたけどよかった。世紀の大晦日決戦まであと7日。ラウンド6はサンデージャポン担当の山本里奈がお伝えします。6にまつわるエトセトラは王者の井岡一翔選手です。井岡選手は高校6冠の実力、プロでは14試合で KO 勝ちを収めていますが、 KO したラウンドの平均は6ラウンドなんです。ということで6月生まれの私は中盤6ラウンドに注目します。そして皆様メリークリスマスイブ、大晦日ぜひ世紀の一戦ご覧ください。ついに実現したビッグマッチ、4階級王者井岡一翔と3階級王者田中康生が激突。大晦日史上最高の日本人対決。